お世話になります、ひとりでございます。今回は私の動画のコメント欄での最も登場回数の多いポケモンであるカイロスの夢特性を捕まえていきたいと思います。今回ご紹介するのは一つの巣のみで、一応他の場所でも出ますので、あくまでも一例としてご覧いただければと思います。まだ夢特性が出るかちゃんと確認できていないので、検証しつつやっていく形となります。で、場所はですね、どこかと言いますと、この道場の前からですね直進しまして、そしたら橋があると思うんですが、橋をブリッジを越えていって、そしたら左側にですね草むらに囲まれた巣がありますので、そこですね、ちょっとポケモンがいるので避けていって、ここでございますと。で、ここはとりあえず枯らしときまして、鎧のことでは紫の柱だと一発で夢特性出ますので、紫の柱を出していくやり方でやっていきます。で、まず紫の柱を出す前にプリンがいっぱいいるけど、レポートを書いていきますと。で、それでレポートを書きましたら、次は願いの塊を投げ込んでいきます。で、投げ込みますから、はい、押してレポートの記録しますかで、はい、押した瞬間にホームボタンを押しましょう。それでこの画面になったら、ホームボタンを2回連続押しまして、柱の色を確認していきます。これで今赤色でしたので、赤色だったらリセットしていきます。これで紫色と柱が出るまでね、ひたすら同じことを繰り返してやっていきます。はい、紫色の柱出てきましたら、中身を確認しまして、こいつ違いますので、違ったらみんなで挑戦をしまして、それでホームボタンを押して、設定からですね、本体、日付と時刻で1日進めていって、戻っていきまして、やめるを押しましょう。それで、中身を書いていきますと。これでカイロスが出るまで、ひたすらこれを何回も繰り返してやっていきます。牛かっこいいっすね。ようやく出てきました。結構地味に時間かかりましたね。なかなか、でも痩せてるような感じですね、見た目が。まあいいですわ。で、出てきましたらどうするかと言いますと、一回やめて、それで必ずここでレポート書いておきましょう。もしレポート書かなくて、もしリセットした場合どうなるかと言いますと、最初願いの塊を投げた状態まで戻ってしまいますので、もしレポート書いておけば、またリセットした際にカイロスとすぐ戦えますので、レポートは書いておきましょう。じゃあ早速やっていきましょう。何やっていこうかな。ヒートロトムでいこうか。おっしゃ、レッツゴー。いいねなかなかかっこいいっすね。うわ、あそこ開くんだ、あの口みたいなところ。外側に開くんだね、内側に引っ込むんじゃなくて。あ、バリアは4つだから、普通に余裕で倒せるような相手だと思います。うわ、ハサミギロチンやってきた。マジかよよかった、危ねえ。はい、オッケー。あー、味方倒してくれた、ありがとう。はい、余裕すぎる感じで捕まえさせていただきました、ありがとう。で、アイテムは経験飴 L と XL と、鎧鉱石とか普通のやつですね。なんか違うやつ来いよって思うんですけど、全く普通のやつですね。残念、それは。カイロス、クワガタポケモン。角で互いを格付けする。太く立派な角を持つカイロスほど異性に人気。太く立派なっていうのも、これちょっとエロい感じのやつの暗喩じゃないですか、これ。やりおるね。はい、じゃあ見ていきましょう。 4V ですね。まあこれは残念。はい、で60レベルのカイロスでございます。いいね、動き方がいいね、リズム乗ってるね、リズム刻んでるね。はい、でこれで、地震過剰の特性でございます。夢特性ですね。やっぱり一発で出ますね。相手を倒すと地震がついて攻撃が上がるということで、これ地震過剰じゃなくて、これ正常ぐらいじゃねって思うんですけどね。相手倒して地震がつくのなんて普通じゃないですか。まあこれどうなんでしょうかね。ガチ対戦とかではちょっとカイロス厳しそうな気はしますけどね。まあいいですよ。技は当て身投げ、怪力、シザークロス、地獄車ということで、結構渋い技覚えてますね。結構格闘が2個覚えてて、しかも怪力なんていう技覚えてんいかちいな、秘伝技だぞ。昔の臆病な性格でございますと。自信過剰で臆病っていうね、いかつさだよ。さすがカイロスですね。はい、ということで今回は夢特性のカイロスをゲットさせていただきました。出現場所はこのプリンとかたくさんいるような道場のすぐ近くのところですね。草むらに囲まれたこの巣で出てきました。で、出現頻度としては若干出てきにくかったような気がしますので、そこだけ注意は必要ですね。皆さんカイロスロスで苦しんでいたと思いますけど、鎧の孤島で復活してカイロスロスをロスできてよかったですね。